やばいデッキ見つけました。お疲れ様です、ラットです。今回はですね、もうまたまたもうやばいデッキですね。本当に今回またやばいデッキを見つけてきたっていうので、そちらをね紹介したいなと思います。で、はい、こちら、エリクサー平均コストがもう 6.9 の、もういつもねよくあるのが結構 2. 何本とかの高回転なんですけど、今日はですね、もう超低回転、いつもの逆ですね。もう重量級が大量に入ってる、まあ、こちらのデッキでですね、まあ、やっていきます。で、これがなんか海外の多分有名な YouTuber がなんかこのデッキでグラチュアで12勝したら、なんかその先着1名になんか賞金あげるみたいな感じの多分やったんですよ。多分正確ではないですけど、これはで本当に誰かが12勝したみたいな感じのデッキでございます。ということで、まあ勝てないと思うじゃないですか。で、僕も思ってて、まあそれは勝てねえだろ思ってたんすけど、まあ勝てちゃったみたいなねこともありので、でもこれまあ下のに勝てたのはたまたまなんですけど、上のは一つだけ言いたいことがあって、もう対空ユニットがない。もう下のやつはね、もう相手コウモリだけだからいいんですけど、このティムさん、この上もうコウモリとガゴムレ、これずるい。これがもうずるで、こっち30子しかなくて、もうディガーコウモリだけでね、もうしんどいみたいなとこもあるんでね、本当にもう言ったらラバ来たら無理、うん、もうねボツみたいなとこあるんでね、はい、もう今日はもうこちらでねやっていきたいと思います。で、マルチやりたいと思うじゃないですか、ここで。けど考えてください、ここでマルチ行ったところで、あれなんですよ、ほぼ確で勝てない、もう9割型負けになると思うんで、さすがにね、今からグラチャでなんか2連勝してみたいなとこあったら、まあ、ワンチャンマルチですけど、それ以外はもうグラチャでかなと。さすがにこれは勝ち目がないなと思いました。あ、これあれだ、相手あれなんです、相手出たわ、ペッカだ。相手の最近ね結構人気のある強いと言われてるペッカ工場のガゴが入ってるデッキですね、これ。出たー、これで。エレキもあるんですよ、これエレキズシャン。はいはい、終わった、俺のバトル終わった。死にたい、君ならいける、君ならこの両サイ、いや優秀、オッケー、いやまだ参るな、まだ参ると思うけど、まあ無理っすね、これ無理だな、マジで。よく勝てたわ、一回勝てたんですけど、よく勝てたわ、ほんとに。さあ、あー、ずるい。あのガゴ、このガゴがずるい。待って、危ない。オッケー。まあ、なんとかね、耐えて。で、問題が、まあ、重量級だから、後半になれば、まあ、意外と、なんとかなるんですけど、まあ、それまでが絶望的。本当に絶望的なデッキで、まあ、相手がこれポイズン使うと美味しいな。これ600どうせ守れないから、フル虫ですかね。で、ゴレの後ろにペッカに、スパーキーに、まあ、30石つけれたら勝ちなんですけど、これがまたね、エリクサーポンプも入ってないですから。無理。この後ろにつけれるカード1枚。ペッカかスパーキーかメガナイトか、30種のどれか1枚。ペッカー。で、これ、ガゴが処理できない。30種。早く。来たー、美味しい。もう30種相手出した。30種じゃない。あ、ガゴだ。オッケー。あるよ。全然ある。相手このペッカーしんどくね。来た。入る。入ってくれよ。うわー、待って。30秒しかねえのに、ユニットがね。やばい。ないことはない。これペッカ来ると無理だ。ペッカ来んな。来たー、これは無理だ。いや、待って、ある、20秒。いや、待って、エレキ来る、エレキ来んな、お前は来んな。いや、ゴレ間に合う。あー、来た。邪魔。待って、ゴレ間に合う。待って、マジある。え、歩くね。一発殴る。あー、待て。マジー、惜しい。
おっし、なんじゃこれ。なんじゃこれ、無理や。さすがに無理だわ。さすがに無理だと思っても意外とギリギリなんすね。っていうところで、さあ、リベンジ。マジでリベンジ。多分、ロイホグが来ると意外といいのかな。ロイホグには、まあ、メガナイトと、まあ、僕があるからいいみたいな。とか、ただ、体育ユニットなかったら助かります。はい。で、今日は、そう。いつもね、最近、ずっと台湾にいたんでね、クララリーグで。いつも焼き鳥がよく似たんですけど、もう今日はね、台湾から帰って、もう、家にね、いるんで、今日は焼き鳥なし。もう、久しぶりの、ソロ動画ですね。久しぶりの。まあ、焼き鳥いるとね、まあ、いいっちゃいいっすけどね。まあ、もう正直なところね、焼き鳥いると疲れるんでね、ほんとに。まあ、いなくて、いいみたいなのも、なんでも、ないですけど、まあ、あれね、そう、焼き鳥、僕が体調悪い中でも、ずっとコラボ動画撮ってたんですけど、まあ、そのせいかわかんないんですけど、もう焼き鳥、今日、もう朝起きたら、最終日ですね、帰る日。朝起きたら。なんか、熱あるみたいな。焼き鳥、隣の部屋だったんですけど、朝合流した時に、なんか体調悪いみたいな。風邪ひいた、熱あるわみたいな。しんどいみたいな感じで、もう顔真っ青でダウンしてましたね。もう僕の持ってた金を焼き鳥が全吸収してくれましたね。ありがたいわ、本当に。ということで、もう今日は僕は熱も治って、熱はあったかわかんないですけど、もう喉もね、まあ、治って、まあ普通になれたんでね。まあこれ焼き鳥には感謝ですね。僕の金を持ってってくれたんで。っていうところで、さあ、ピンチでございます。これな、相手からしたら美味しいだろうな。さあ、けど、ないことはない、ないことはない。いや、これ問題が三重子が出したい。三重子がない。あ、これ、相手のデッキあれだ。あれあれあれ、もう小屋デッキ置いとくだけで勝てる強いやつだ。ずるい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 。でもこの相手のデッキの弱点がスパーキーなんですよね。僕はそれを知っているけど、スパーキーを出したいんだけどコストがないから無理みたいな。やばい、これ逆サイやめて。おーい、マジやっちゃ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 ー。どうやって処理するかだな。これあのマジやっちゃクソずるくないですか。ずるずるずる、ホバリングもずる。あ、これ美味しくない。美味しくない。待って、メガネ出したい。オッケー。あはー、ホバリングもずるい。待てよ。でも言うてダメージ受けてないですからね。僕。あるある、全然ある。飛べ。オッケー。で、左、右は許容。あるよ。全然ある。マジである。これ出す。で、これで、端前で、三十四トトトーンで、ん？え？オッケー、危ねえ、耐えた、オッケー、ゴレがターゲット取って、オッケー。ある、マジである。マジである。気持ちまだ勝てそうと思ってる自分がいる。甘いかさだ。やばい。いや、ワンチャンメガネで飛べ。お前なら飛べる。いや。あー、マジやっちゃう。はい、無理。はい無理。よくこれで12勝できたわ。これで12勝無理だわ。と、諦めた風に見せかけてからの、スパ。いや、ないか。いや、奇跡的になんかこれのスパーキーが、ひどいなこれ。もう、ひどい。ひどいわ。これ勝てないわ、もう。ね。いや、70残して、ババコを立てんといて。やめて、その、痛める感じ。痛ぶるだ。はいはい。まあね、これはね。これは、ひどい。これはひどい。マジで。俺は一体何の動画出してんだろうっていう。マジで。いや、100使わないでしょ、これ。絶対。っていうので、やばい。負けた。
負けた。いやーでもグラチャレな、ゼロ勝なら勝てるみたいなとこあるっすけど、まあここでグラチャレゼロでやるよりは、最後ですね、マルチですね。よし、ここで勝てば、まあちょうどグローブル入るぐらいですね。まあ不可能みたいなとこありますけどね。まあワンチャンを信じてラスト、この一勝しにね、行きたいなと思います。ということで、よいしょ。さあマッチングが長いな。いやー、よし。さあとりあえず、多分これババコヤ置けても置かない方がいいっすね、これは。まあもしね、多分いない、ほぼ確でもう 99% ぐらいいないと思うんですけども、もしねこのデッキを使おうかなと思った方、あー今さっき説明したやん、だから説明したやん、ラバル来たらどうにもできないって、空が一枚あっても無理なのにこれダメだ、いじめられてる、これはダメだこれひどい、マジでひどい、本当にひどい動画だ、ひどい動画って分かってるけど出していきます。これはもう、もうね、だってこれもう餌じゃないですか、僕の。これ意外とこのマスケのなんかちょっと距離空いたマスケとかしんどいみたいな、縦線でパパパーン、いやワンちゃん、いやないな、いや言うてゴリが刺さってますねこれ。まあでも相手がこの僕のデッキに気づいた瞬間に、もうここで真ん中ラバーみたいな。よし、まだ参る、まだ参る、待って、マジで参る。しかも今見てください、ガゴとメガゴ咲いた、イコール陸しかない。来た。いやでもこれ縦線で囲んだらうまいけど、オッケー。いやメガネと君ならいける、君ならジャンプをできる、いけ、いやー終わった。これは無理だ。これは無理だ。助けてほしい。助けてほしい。あと、俺に一回だけ、一回だけメガゴぐらいちょうだい、これ。あー、左のメガゴに全部防衛される。これひどいわ。よくマルチ行ったわ、これ、ほんとに。トロフィー返してほしい。これはダメだ。ひどい。これひどい。ボコボコなんて、ボコボコなんて思うけど、意外と競ってる。あー。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、最後の悪あがき、あーということでね、まあ見てわかる通りのボツ動画ですね。お疲れちゃんです。